ピーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆さん、 YouTuber の皆さん、お元気ですか？フナピーも元気でしょって言った感じでやっていきますね。はい、今日もフナピー島パトに行ってまいりました。島村70周年大感謝祭でございますね。今回フナピーは星玲奈さんと田中玲奈さん、ミーサクローゼットのコラボでタグまで貴重なアイテムを購入いたしました。はい、こちらですね、ポケット付きプルオーバーでございます。はい、こんな感じでね、タグまで貴重でございますね。はい、こんな感じにね、これちょっと貴重じゃないですか。星玲奈さんとミーサクローゼットね。はい、商品情報はこちらでね。はい、こちらの商品、店舗オンラインで販売されております。サイズ展開は MLLL、 もちろんフナピーは LL でございますよ。そしてカラーバリエーションはこちらのベージュとモスグリーンがございました。ちなみにオンラインで調べたら、フナピーにちょうど合うサイズはございませんって言われました。大丈夫でしょうかね。大丈夫です。はい、こちらの商品ね、ブラウスのように見えてブラウスではない。センターは5箇所に縫い留められております。バンドカラーにスキッパーネックプルオーバーですね。本当にね、あれ、ボタン、あ、ないんだって言った感じでございますね。そして左右のポケットに、ちっちゃくてちょっと分かりづらいんですが、ポケットにドットのスタッツがポイントでございます。これ全誤差ある丈に、後ろ身頃は真ん中で切り替えされております。肩が落ちた袖付けの切り替えのないフレンチスリーブに、アームホールから裾にかけて内側に折って縫製されているので、脇が見えにくいようになっております。はい、そしてツナピーはインスタもやっておりますので、よかったら見てくださいませね。とその前に、忘れておりました、もう一つ、ユミさんのタルバイユミのアイテムを購入してまいりました。アクセサリーでございます。はい、こちらですね、ユミさんのチョーカーでございます。このスクリューがなかなかね、エレガントでございますわね、本当に。ただすいません、フナピー、これ付け方がわからないんです。店舗で販売されているときはこのようにつながって販売されているので、直接つけて試してみることもできないし、まあね、チョーカーだからつけられないってことはないでしょうと思ってね、はい、購入いたしました。なかなかね、デザイン的にもフナピーの好きなデザインなんですけどね。はい、では付け方がわからないながらもちょっとやってみたいと思います。はい、こんな感じでね、これを首に刺す感じですか。はい、こんな感じ。はい、これだとね、なんか我々はって宇宙人みたいになっちゃいますから、横にしますよね。横にするとね、結構ね、首にね入ってしまってきついんでございますね。はい、でこれ逆なのかなと思って、逆さまにしてこうやってすると余計ね
首のところに奥に行っちゃうんですね。だからこうゆるっとゆるっとやってこんな感じでつけるといい感じですか。こんな感じでつけるんですかね。フナピーの腕が、いや違う違う違う、フナピーの首が太いんですかね。うん、はい、ご存知の人がいたらぜひご一報くださいませ。はい、ではこちらポケットプルオーバーでコーディネートしてみたいと思います。インナーはこの前の島村の大創業祭で購入した330円のスクエアタンクトップに、ボトムスはワールドのアンタイトルのワイドパンツに、フーツーは先日紹介したムムさんの厚底パールサンダルと、持ってるバッグはムムさんのベルトバッグでモノマネコーデをしてみました。やっぱり1089円には見えないですよね。こちらポケットについているドットのスタッツは肌に当たって痛くなるようなことがございません。こんな感じでね、スタッツがね出てるんですけど全然気になりません。そしてスキッパーネックでお顔周りはすっきり見えます。前立てもしっかりしていてひっくり返ることがなく、ずっと綺麗さを保っていけます。ポリエステル 100% でさらっとした肌触りで涼しく着用できます。 LL サイズで164センチのフナピーで、身幅はぴったりではないですけど、ま、若干ね程よいゆとりがございます。程よいね。生地は張り感のある生地なので、フナピーの気になるラインをしっかりカバーしてくれます。ぽっこりお腹なんかもねストンと落ちた感じで気になりませんね。後ろはセンターが切り替えされているので後ろ姿もすっきり見えます。腕をまくったらこんな感じ、どうでしょう、うん、背肉とか大丈夫でしょうか、教えてくださいませ。ノースリーブよりも肩が隠れて腕見せが控えられていて、二の腕を品よくカバーしてくれております。ただね、横を見ちゃうとね、若干フナピーの二の腕がこんにちはって言った感じで太く立派な二の腕が見えてしまいますけどね。でも前を見たら結構いけるんじゃないですか。これから暑くなる夏でございます。このぐらいね、腕見せをしてもよろしいんじゃないでしょうか。そして脇が二重になっているので、脇がねこんな感じで見えにくくなっております。ちょっとね、丈はヒップはフナピーの大きなお尻で隠りしきれないですね。でもちょうどいいサイズじゃないでしょうか。では次行ってみましょう。トップスはインして、ボトムスは引き締め効果のあるブラックの GU のスリット入りナロースカートに、ブラックのパンプスで色のメリハリをつければすっきり見えるきれいめコーデが仕上がります。でももう少しね、ゆるっとしたボトムスでもいいんじゃないでしょうか。はい、やっぱりいらっしゃいましたわね。はいはいはい、呼び出て飛び出てちゃ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 んでございますね。
はい、こちら田中里奈さんのミーサクローゼットの V ネックサロペットで、楽ちんなんだけどトップスのスキッパーネックにサロペットの V ネックで、すっきり見えして目線は上の方に上がります。いかがでしょう。では次行ってみましょう。トップスは前だけブランジングして、ゼブラ柄のベルハットに、ボトムスはスマイリアのカーゴパンツに、履いてる靴はリアフルプチェアさんの厚底サンダルで、ちょっとサファリコーデにしてみました。でも行くのはコンビニぐらいですけどね。はい、これでうなぴーのシマパトアンドコーディネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しゅうございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。気分が乗らない、どうしよう。はい、こちらの商品、店舗オンラインとも購入が可能でね、可能でね、可能でね、可能でね。はい、あれ、オンラインはもう終わっちゃったのかな。あ、ちょっとここはカットね。オンライン、どうでしょう、もう一回やろうかな。ちょっと不安、オンライン。ちなみに、なんで使えちゃったかな。気になる匂い。